やべえ、体大きくして。ちっちゃいと火力が少ねえわ。まだ機動力高いけどね。生物は斧で殴ると死ぬ。加藤純一。超加藤純一。なんかさ、恐竜すげーとかガキの頃思ってたけどさ、恐竜ってすごくないんじゃないか。今もなお生きてるゴキブリとかの方がマジですごいんじゃないか。いや、出てきやがった。いや、出てきやがった。つえやはり相手、やはり最強、やはり生物の人間に次ぐ最強の生物。こいつマジで早すぎる、ゴキブリが早すぎる、見えねえよみんな。なんでこんな触覚。でもさ、実際さ、人間と同じぐらいのサイズのゴキブリいたらめちゃくちゃ強いだろうな。おらあんま舐めとんとちゃうぞ、人間を。ライオンキングとかでさ、ああいうマップあるもんね。え、ミュージックコンポーズバイ小市杉山。え、本当に小市杉山じゃん。これまさかさ、堀井雄二と杉山小市やってる？ドラクエじゃん、ほぼ。なんでこのさ、エンディングロールに合うに、エンディングロールに合う日本語ナンバーワンだろうな。小市杉山。絶対これが世界で一番言われてる。